ということで、ついに第6章どうなったんだろうな。ああ、爆破に巻き込まれてね、目を覚ましたら誰？なんだここは。やっとお目覚めか、遅えよ。どういうこと？ナンバー、え、どこだ。え、ああ、激ヤバじゃん。激ヤバ。うわ、南京錠ついてる。開けたい。うわ、いいね。お互いを一番落ち着け。いいよ、絶対絶命じゃん。俺たちをどうしようってんだ。だからまず落ち着けって。うん、OK。 でもこれが落ち着いてられるかって。楽しすぎるでしょ。何これ。お前の目が覚めんのを待ってたの。うん、もう全員自己紹介も終わってるから。この状況で自己紹介。そういうこと。どういうこと。え、いまいち分かってないよ。じゃあ始めるか。うん、何？激ヤバだ。ちょっと待てよ、あんた誰だよ。俺たちは自己紹介まだだろ。うるせえんだよ。カスが。ああ、有名人だ。ご存知で。あんた誰。ラオマだ。え、一人だけ脱がされてる。ラオマ。確か、ラオマ。お前、じゃあお前が。マブチ。マブチ。本当や。じゃあ改めて始めるぜ。ほんと、飛んで春日だけ脱いでる。質問に答えろ。どういうこと。待って、え、何があったの。眠ってる間に何が。え、あ、乙姫ランドの店長、はい、あの人なんで殺した。なんでだ。俺は忙しいんでな。この場で質問できるのは俺だけだ。言うこと聞けないなら仲間を順番にぶっ殺す。極悪人の顔してるよ。うわ、こんな状況で会いたくなかったな。よし、録画を始めろ。はい。何、録画。何何何始めた。え、何何何、流して。お前には選択できる権利はない。仲間見殺しにしたいのか。脱がせて取るって何。え、どういうこと。ちょっと待って。ちょっとドキドキしてきちゃった。本当に乗ってる。お前は清流会の人間だな。は？ちげえよ。その割には立派なもんしょってるじゃねえか。それで堅気とは言わねえだろ。あね、龍ね。そこまでズズしかねえ。うちの倉庫でこいつを盗もうとしてたって。なんでだ。人民元なんざ日本で使えねえぞ。拷問。え、企画もの。偽札だろそれ。え、拷問もの。なんでそう。え、どういうこと。見たんだよ、事務所になかったはずの金が。え、急にピン札で現れたの。両辱もの。食材扱ってる倉庫に妙な白紙の束が大事に箱詰めされてんのもな。なるほど、偽札だと承知の上で人民元も盗むつもりだったわけだ。で、ね、盗んでどうするつもりだ。全部言うもんね、カスが。あんたの悪事の尻尾を掴んだんだ。すごくない。あれを使っていずれ店長を殺した落とし前をつけさせる。言い訳しないな。つもりだったさ。全部言っちゃった。一番全部言うから。お前らは俺のビジネスを嗅ぎ回るために倉庫へ入り込んできた。そして入ってからたまたま偽札に気づいたってことだな。いや、気づいてない。気づいてないよ、何も。全部言っちゃう。その話まだ誰にも知らせちゃいねえんだな。さあどうだかね。答えろ。仲間を見殺しにする気か。どうするよ。まだ誰にも話しちゃいねえよ。マジ素直だな。そりゃよかった。うん、じゃあ最後の質問だ。その調子で気持ちよく答えてくれよ。なんだ、さっさとしろ。お前は、うん、
俺が野々宮を殺したと本気で思ってるのか。ああ、そうだ。違うの？野々宮、だってラオマーって聞こえたよね。こいつだよ、ハニー。いいね。その言葉バッチリだぜ。バッチリ？なんだ？よそからしのぎに首突っ込んでくるとはな。そいつはご法度のはずだぜ。なあ、青龍会さん。青龍会。だから。ずっとそう思ってんだね。俺は青龍会じゃ。いやー。やめとけ。まんまとやられたのかもな。え？やられた？やられたって。偉人さんはお互いの島に立ち入らねえのが鉄の掟だ。だが青龍会はそいつを破った。あ。そいつはつまり。ハンピン・リューマン上の宣戦布告だ。はあ、なるほどね。火つけちゃったんだ、私たちが。何勝手なことばっか言ってんだ。この膠着状態。俺は青龍会なんかじゃ。仕上がりが楽しみだ。やべ、そう言ってたもんね。何？そうだな。そっか。いや、いい芝居した褒美に一つ教えてやろう。そっか、利用されちゃったんだ。野々宮をやっったのは俺だ。やっぱりてめえか。今撮った映像、倉庫の防犯映像とつないでメンバーに送って、青龍会が仕掛けてきた証拠だってな。動画内では言わないの、はい、悪毒ない。俺が野々宮やったって。お前らには礼を言う。やばい、やばいよ。心配してたんだ。俺が撒いた種に水をやってくれるやつがいるのか。だがお前らが現れた。そして今日、おかげで花が咲くまでにしてくれた。おい、おい待て。何を企んでやがる。聞いてんのかこれ。いや、やられました。どうしよう。無駄だぜ、カズガ。はぁ、マブチは青龍会相手に戦争を始めてんだ。うん、そういうことよね。青龍会相手にこの町の均衡をぶっ壊す気らしい。戦争？なんでそんなことを。さあな。ただ問題は、青龍会がリューマンに抗争を吹っかけた。その口実に俺らが使われちまうってことだ。俺らが？そんな、どうして？やばくない？さっきのビデオを使う気みたいだな。そういうことだよね。でも俺らは関係ねえ。それにあんなビデオ、喧嘩の口実にならねえだろう。だが真淵は青龍会が仕掛けてきた証拠としてメンバーにビデオを送るように言ってたろ。あ、それに撮影してる時に見せた真淵の笑顔と妙な言葉の端々、全部がいちいち気になる。何を企んでやがる。できながら賢いな。なるほどね。少なくとも真淵はこの町の均衡を本気でぶっ壊す気らしいな。そうだよね。ああ、その話後でよかねえか。見張りのいねえうちに何とかここを脱出しねえと。うん、確かに。はあ、確かにそうだ。さて、ということで脱出パートですね。いや、しょうがないな。やっぱ捕まっちゃったからな。頑張らないと。やるか。あ、難波に話しかける。サイコを元気づける。足立に助けを求める。周りを注意深く見る。何これ。ギャルゲーみたいな。全員に均等に声をかけるはないの。あ、そう。マジか。どうしよう。困っちゃう。脱出ゲームじゃなくてギャルゲー来ちゃった。どうしよう。でも一旦整理すると、偉人さん、横浜は偉人さんっていう3つのマフィアが仕切ってる。で、3つとも膠着状態で、それぞれの島は荒らさないようにして、まあ、均衡をなんとか保てたんだよ。それこそ、なんか火薬庫みたいなもんだったらしいのよ。で、足立さんがずっと、まあ、この火薬庫に火種が投下されなきゃいいがね。って言ってたんだけど、まあ、その火種に私たちが利用されたってわけだね。
利用されました、はい、清流会のやつら、全然清流会でもなんでもないけど、偉人さんのうちの清流会のやつらってことにされて、のうちの一つのハンピン・リューマンが、清流会が俺らに喧嘩売ってきたっつって、まあ構想を追っ始めようって話だな。三つで、いや、ちょっと均衡保ってたのに、どうしよう。どうし、って、でもさ、サエコ喋ってなくない？気のせい？なんか足立さんはすごい、足立さんは元気に話してたよ。で、難波さんもなかなか自己紹介したよって。サエコ、ちょっとサエコちゃん全然話してないな。ちょっとだけしか話してないよね。一番とだけ言った。なるほどね。そうね、一番とだけ言ったんだ。そこだけ切り抜くとなんかクイズ番組みたい。ちょっと大丈夫そう？さちゃん、怖がんなくてもいいぜ。なんとかなるて。ほんとに？ギャル、ギャル。今までなんとかならなかったことはないんだからだろ。まあね、ギャルだった。なんだ、もっとなんか一番頼りになるみたいな、なんかそういう展開はない。ただギャルだった。じゃあ全員話すか、ナンバー話すか。おい、いや、ナンバー、なんだ、怪我は？ああ大丈夫、お前やりゃ軽くすんだよ。まあそうか、今腹パン食らったもん、ね、春日は。それよりここを出る方法だよ、なんかねえかな。なんかねえかっつってもな、確かに一人だけでも助かればね、なんとかなりそうだけど。まあちょっと足立さんね、あ、そっか、大丈夫、59だけどよ、ね、年齢59歳、大丈夫そう。ねえ、元刑事さんだもんね、なんかいい脱出方法あるでしょ。ああ、まあな、本当に。え、マジか、本当か、マジか、さすが元刑事で、脱出方法は？まずこの鎖を外すしかねえな。そこが一番大変そうじゃない？そんなことない。それどうすんの？それあったらとっくにやってるよ。ですよね、丸一が一番大変なんだ、これを外すってのは。困っちゃったじゃん。もうと様子見るしかないな。え、なんかどこかもわかんないし。なあ、何にもないな。なあ、この場所って何なんだ？ていうかどこ？それな。爆発した倉庫から車で連れてこられたんだ。その時は目隠しされてたから場所は分からねえ。ああ、だから爆破して多分意識失って、そのままここでここに連れてこられたと。尋常にいくつかあるまぶちの味とそのうちの一つってところだろうな。私さ、分かんないそれ。場所ねえ、もともと神奈川県警じゃ、分かんない。畜生、寒いな、風邪ひいちまうぜ。大丈夫だ、バカは風邪ひかねえよ。てか、なんで俺だけ脱いでんの？どうして？うせえよ。あれ、俺の服は？ねえ、それな、なんで？どういうこと？寝てるうちに脱がされたって。な、何が？ああ、段ボールあるね。何？あの中よ、私たちの持ち物全部放り込まれてたから。あ、ここに全部ある。ん？なるほどね。じゃあなんで春日だけ脱がされてんだ？なあ、大丈夫かな、違う意味で目つけられてないか、まぶちに。大丈夫かしら。一番のだけじゃなくて、私たちのスマホとか財布とかも全部あそこにあるわ。じゃああれをなんとかこっちに持ってこれりゃ外から助けを呼べる。ああ、だから鎖をなんとかするとかじゃなくって、まず助けを呼ぼうって話ね。なるほど、そりゃ俺らだって分かってるさ。でもな、
まずこの薬外さないと、それは無理だ。俺らはもうみんな試したがびくともしねえんだ。なるほどね。まあとりあえずスマホ県外じゃないといいな。一番よ、お前んとこの薬はどうだ。案外もろくなっていたりして、どうだろう。そんなでも都合のいいこと、ね、あるわけですよ。力ずくで鎖を壊す。いやいや、そんなね、そんな、いや、都合のいいことあるわけないですよね。ちょっと、いや、力でそんな壊れたら、そんなラグなことあるわけないですよね。いや、そんなことあったら、脱出ゲームも、なんか、謎なんていらないわけですよ。ねえ。どうした？手加減すんなよ。遠慮なくなれよ。ああ。ね、逃げなきゃやれる。死ぬ気でやれ。うん。一番あんたならできる。サエコちゃん、待てよ。いや、ビクともしねえよ。過剰な期待は勘弁しろって。なあ、ビクともしないのかい。なあ、ビクともしませんでした。うん、期待させといて。うん、いける流れだったじゃん。めちゃくちゃいける流れだったのに。じゃあこのままか。ああ、誰も来ねえな。罪じゃない、このまま死ぬまで放置ってことねえよな。どうするよ。だとしたら随分気の長い拷問ね。ちくしょう。いや、なんかは仕事がする。なんだ。あの工場で殴ったやつじゃない？見た顔だぜ。ねえ、違ったっけ？工場、あ、違う、倉庫か。そうだそうだ。お前らのおかげで、うん、倉庫は大破。あ、物も全部吹っ飛んだ。あ、まあ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 。その責任を取ってもらう。まあ、過去いろいろありましたけど。トラック爆発させたのはあんたらだよな。俺らじゃねえよ。ちょっとラウマーから。はい、お前らを見せしめにしろと指示があった。いや、ちょ、仲良くしましょうよ。見せしめ。いや、なんか仲良く仲良く。お前らの死体を切り刻んで清流会に送りつけてやる。いや、あのラオマーには時間かけてじっくり楽しんでやれって言われたよ。部下にやる気を起こさせるのがうまい人だ。 なるほどね。そりゃいい上下関係だね。おめでとうさ。過去を水に流さないか。お前もそれなりに修羅場をくぐってきたんだろうか。ちょっと右手に持ってるものをちょっと、ここまで、あの、下ろしてもらって。いつまで強がれるのか、の、楽しみだ。痛いか、怖いか。いい顔だ。あの見てたいぜ。仲直りしないか。やめなさいよ。仲直り。お前は後回しだ。あの後でじっくり楽しませてもらうぜ。ふざけんな、このド変態。あの褒め言葉をありがとうよ。やだ。ちょっと。てことで、はい、まずは前菜で。あ、ジジイからだ。ちょっとあの。怖いです。怖っ。くそ。やめろ。さよなら。なんだお前。いえ、実はラオマーからちょっと申しつかったことがありまして。え？申しつかったって？爆発の男だ。おい、ラオマーがなんだって？味方？なんで鎖外してんだ。何？私にできるのはここまで。何？あとは自分たちで何とかしてください。イケボ。やば、好きになりそう。好きになりそう。誰？何？命の恩人が現るってとこか。はい、残念ながら俺の悪夢もまだ尽きちゃいねえな。
よかった本当に。知らねえよ。ま、今度また会えたら飯でもおごっとくわ。何者？ちょっと、何のんきに話してんの？あ、そうね、そうね。わりわり。せっかくのチャンスだからね。助けるからよ。そうね。ここで逃げないと。行け、一番。お願い、頑張って。よし。任せてよ。この野郎。いいね。ざけんな。さてさて、よろしくお願いしますが、でもね、やっぱり白髪の男は強いよ、大体大体白髪の男は強い。これもう相場が決まってる。どうしよっかな。つっても一人か。いや、白髪にね、黒衣装の男は大体強いんだよ。よしよしよし、ちょっと早めに鎖外してあげないと。持ってるね。持って、俺ここから出たらパチスロに行くんだ。強くなった気がするぜ。いいね、ありがとう。大丈夫かな。ささっと逃げたいね。あ、よかったよかったよかった、間に合った。ちゃんとスマホもある。あ、県外だけどな。あ、やっぱ県外だったんだ。で、助けは呼べないから自力で脱出するしかないね、これ。ああ、はあ、しょうがねえな。あ、でもよ、さっきの黒マスクの男、俺らを助けてくれたやつ誰だったんだよ。それな、なあ、こういうこと。あれ、一番覚えはねえのか。いや、それがね、あんなイケメン、イケメンでイケボいたら覚えてると思うんだけど、心当たりがないね。俺らを助けてくれたってことは、リュウマンじゃない。じゃあ、清流会の人間か。いや、違うだろうな。一人でこのアジトに乗り込むようなリスクの高い行動をするってのは考えづらい。まあ、偉人さんだしね、対立してる。確かに、対立してる偉人さんがわざわざ来るとも考えられない。何者？でも見た目はイケメンだったわね。韓流スター、韓流スターみたいでさ。ああいうのが好みなの？あ、難波くん。そうか。難波しよっと。嫉妬ですか？何ですか？何を？多分、俺の指じゃ、コミジュルの人間。偉人さんってのがあって、今ここがハンピン・リューマンのところでしょ？で、あと清流会ってのがあって、もう一個コミジュルってのがある。ここが助けてくれた。ほう、なんでだ。理由は知らん。ただあいつらは煙みてえな連中なんだよ。マブチのアジトにもスルッと入り込んで、ふわっと俺らを助けたんだぞ。つまり消去法でコミジュルってことが。なるほどね。ああ、 あくまで元刑事の勘だがな。まずはここでよ。だね。まあ、そうね。まあ、消去法でコミジュルだろうと。いや、コミジュル、なんで助けてくれたんだ。だとして。ボス戦ね。ボス戦の香りするよな。だって、強い武器もあったんよ。薬もあったんよ。誰か来るけど。だな、分かってるって。何が楽しいのよ。あ、お前らどうやってここに。お、敵が現れた。てかエンカウントって言いたいのね。ドラクエの勇者ですからね。俺ら勇者パーティー、どうすんだ。一番逃げるか。逃げる。戦うしかねえだろ。いや、主人公してますわ。よろしくお願いします。おしゃしねえぞ。いいな。よし。やっぱ愉快な仲間たちすぎるわ。え、これ袋？100万年入るぞ。オッケー、ありがとうね。料理に今目指してる。地下ダンジョンか。
く感じだな。あ、こっから降りてきたんだ。転がってるって言いたいな。見けたら教えてくれ。またあるよ、ほら。みんな。地味にやろうぜ。こりゃ。一体どういう場所なんだ。いや、セーブポイントもあるわ。ここさあな。続きますわ。地上に出ねと。まあ、とりあえず頑張るか。スマホもつながる。よし、行こうぜ。よろしくね。なんでテンション高いの。さやこちゃんラッパーなれないの。よよ、私の名前は運の夏木、ここであったが運の月。チェキラ。ナイスバイブス。イエスイエス、ナイスバイブス。よし、いいね。じゃあいい感じにホールが温まったところでそろそろ行きますか。プレミアムモルツ瓶開けます。うまいわ。うまうま。よし、で、特茶。うめえじゃん。大事ですよ。これはうめえ。はい、おいしい。あ、おいしい。やるわね。やるわね。よし、これ完璧じゃない、何が来ても。よし、プレミアムモルツ開けたよ。どう、肉か、なんかボスっぽくない。そんなことない。え、ケンピってハート強い。熱いケンピのソウルを感じてくれた、今のラップで。そうなの、自分でもびっくり。ちょっと待ってよ、回復場所あるんかい。お一生懸命モルツ開けた、ね、開けたじゃんね。ね、先に言ってよ、そういう大事なこと言ったさ。もう本当に調子乗って開けたじゃん。なんだお前。開けてみるか。先に言ってくれよもう。ここまでだ。さあ、来いよ。行くぞ。ミミック。ミミックおった。みんな。ミミックおったよ。そんなことない。ずっとさ、わら人形握りしめて待ってたんだよ。なくない？かわいいんだけど。一番、そんなにいいっすか？チタンアンクレットより嬉しいんだけど。ゲンナマ、やっぱゲンナマに限るよ。まさか金庫にあんなやつが入ってるとは。ゲンナマが一番だよな。俺からは金庫開けるときも少し用心しねえとな。それな。しかし、やつは俺が開けるまでずっと中にいたのか、うん、そうなの、かわいいよね、そう考えると。でもちょっと嬉しい、めっちゃお金持ってた。本当にミミックみたいな感じだね。確かミミックもなんか宝箱開けてさ、あの出てくるとなんかお金たくさん落とした気がする。あれ、なんこれ、大丈夫そう。矢が嫌な予感するの私だけ。銃器が見えるんだけど。前回ほらトラックで爆破したからさ、嫌な予感するわ。誰か乗ってない、なんか誰か中で体育座りして待ってない、なんか可愛いわ。なんか待ってない。おお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 前と戦うの、どうやって。ねえ、どうやってやり合うの。それな、それマジで。殴れるところを殴るしかねえな。殴るの。まずは振り回す気満々のアーム。殴るっすか。とりあえずやってみっか。コアやった方がよくない。エヴァでいうシンジ君やった方がよくない。そういうことじゃないの。シンジ君狙えない。狙えねえや、ショベルしか狙えんや。勝てる気がしない。ギタークラッシュっすよ。おいちょい、何も入るけど。いや、人狙いたいよ、人狙いたいんだけどさ、狙うとしてほらなんかね、一緒に狙えないんだよ。あ、めった打ちできねえ。あ、ちょっとその心はもうディール。オーケー、とにかく殴るしかないよね。見せてやれよ。おいしょ。あ、どうすんのこれ、勝つ
ちょっとあざといポーズしちゃう？いや、あざといスマイルしちゃうか。スマイルしょうがねえ。よし、寝な。これで、ね、CD リリースしますわ、今日も。忍者、オッケー、ジャパニーズ忍者からの、バスタースマッシュが一番入る。よいしょ、いいね、221。どうしよっかな。今度何かがいいよね。さてさてさて、アースクエイク、まず地震ずるいやろ、なんやこいつ。え、2回やんの？やんのか。2回攻撃だ。多分あざといポーズさ、しゃべるショベルカーにしても意味ないよね。聞くかな、ワンチャンしてみる。あざといポーズさ、いやでも大丈夫、サイコお前のその魅力ならショベルも落とせる。行こう。逃げるなら今のうちだ。行こう。痛い。やめるな。俺の番だ。マジか、どうしよう。マジか。いや、攻撃力を落としたかったんだよ。だ、殴って80。おお。お、出てきた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 。あ、倉庫のあいつやん。倉庫のあいつやんけ。殴るんだな、多分。どうしようかな。ボクササイズしちゃう。オッケー。いいね。お前になくて、俺らにあるものがある。それは、それは、それ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 は、仲間や。あ、めっちゃお金持ってんじゃん。辻門情報。パワーショベル。パワーショベル、辻門なのかな。まあ、いいでしょう。よっしゃ、ね、一つ上の男。一つ上の男。よいしょい。一つ上の男。あ、ボスじゃない。こう。てか、そもそもボス戦とか言ってるけど、我々の目的、ボスをぶっ潰すじゃなくて、脱出やからな、これ。脱出、あ、出れんのかこれ、出れんのかこれ、出るか。特にだって全部やったしな。出ます。どう、出れる、出る。あ、あー、シャバの空気だ。か、ただいま。どこや、ここ。いや、ここあれだよ、あのナンシーのとこだよね、きっと。ナンシーがいたところだよ、きっと。船着き場か。ってことは今通ってきたのは隠し通路か。隠し通路って何なの？ああ、港からやべえ物を運ぶためのだ。拳銃なんかの密輸はリューマンのお家芸だからな。ああ、なるほどね、ここから持ち込む。なあ、足さん、もう電話つながるよな。おう、清涼会の番号は早いとこ会長に警告してやんねえと。優しい。でも言い方によっちゃさ、俺らがぐちゃぐちゃにしちゃったじゃん。馬淵は俺らを出しにして戦争を仕掛けるつもりなんだろ。まあ、そうそうそう、まあ、そうだけど言い方気をつけなあかんね。じゃないとさ、お前また余計なことしてやりやがったな、みたいな。で、清流会の会長さん、話が分かる人だから、仲良くやりたいけど。馬淵は肉の壁の掟を破る気なんです。で、偉人帳に構想を、そうね、三すくみを、バランスを崩そうってしてんだよな、馬淵は。まあ、結構簡単に繋がるもんだな、清流会の会長によ。あんたね、それだけ信用されてるってことじゃない？気に入られてる、嬉しい。一番って男は不思議なやつだよな。珍しく意見があったわね。え、
拳、あ、拳銃？何？ハンピン・リューンマンから。何の話？え？そうっすか。いや、はい。わかりました。何、そう、物騒なワード聞こえたけど。ハンピン・リューマンが銃殺？銃撃？青龍かよ。ほう。ああ、青龍会の若い衆が二人、町で撃たれたらしい。ああ、だから大義名分を与えちゃったんだね。だからもう始まったんだ、偉人さんの構想が。うわあ、遅かった。遅かったんだ。忠告すんのが。もう始まってる。怖っ。怖っ。怖いわ。あ、まぶち。ラオマ、まぶちさん。なんだてめえ。星流会か。な。え。マウスさん。あ、悪い顔しちょる。運ばれた先の病院で二人とも死んだ。うわ、現場は清流会の島の中だ。犯人たちはそのまま逃走。清流会の島であったんだ。となると今日で俺が死ぬ。やばいな。ちょっと思った以上に我々が引いてしまったトリガーってやばいものかもしれない。おい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 、何何。今清流会の頭高部が兵隊積んでトラック走らせてる。あ、高部、ガクトに似てる人ね。会長の了解も取らねえで飛び出してったとさ。怒ってんだ。そ、二人も殺されちゃうね。コウジ、仇は取ってやるからな。鉄腕のコウジ。向かってる先は反転コウジ。ハンピン・リューマンの島。だからもう島とか関係なくなっちゃった。うわ。マジか。高部は反転工事に向かったのか。普通に入り込んでる。乗り込んでる。あそこの奥には蝶っていう奴らのボスの店がある。ね。このままじゃ全面戦争になる。肉の壁崩壊しちゃって。ずっと守られてきた偉人さんの金庫がこんなあっさり破られるのかと。責任感じちゃうな。みんなマブチに踊らされてんだよ。俺らのこと口実にしてよ。口実になった原因だからね。でも野々宮殺しの犯人はやはりマブチだったな。あのクソ野郎、いやついてゲロリやがった。ちょっと、でも動機はまだ謎だよね。しんどいね。どうした？めっちゃ悪いことしたな。いや、マブチの言葉が未だに気になっててな。いいよもう、あのクソ野郎の言葉なんて。やっぱり野々宮が殺されたのって私たちが原因なのかも。俺らは関係ないって、まあ、特にさっちゃんは絶対に関係ないはずだ。だって殺したのはマブチでしょ。誰でもよかったかもとかない。そしてマブチは私たちを狙って構想の出しに使ったんだから。いや、さっちゃん、それは違う。狙ったんじゃない。なんで野々宮さんが死なないといけない。読めたぜ。お、何が。野々宮殺しの原因や動機からスタートするとこの問題の回答は出ねえ、つまりほう、真淵の狙いは青龍会との戦争だ。そうみてえだな。真淵が戦争を始めたいならすぐに自分で仕掛けりゃいい。でもそうせずに俺らを口実にしたぞ。なぜだ。なんでだ。大義名分とかじゃない。そんなことしてもし戦争が始まる前に首謀者が真淵だとバレたらどうなる。他の組織が黙っちゃいない。あ、袋叩きに合うのか。そうだ、ここは横浜だ。なるほどね。知っての通り町を仕切る偉人さんはお互いの島を荒らさないってのが鉄則だろう。そいつを破った者には全勢力から真っ先に制裁が加えられる。そうだね、袋叩きになっちゃうね。真淵がハンピン・リューマンの大幹部だろうが、 そうね、そこは変わらねえ。なるほどなるほど。そこで私たちだったってことが。
だから自分からじゃなくて、それ以外の口実が必要だった。そうだよ、選ばれたな。なぜ私たちも。それにつながるのがマブチの言葉だ。思い出してみろ。最初は心配してたんだ。俺が撒いた種に水をやってくれる奴がいるのか。あ、言ってた言ってた。だがお前らが現れた。そして今日、おかげで花が咲くまでにしてくれた。これは今回の一連の話を思い起こして出た言葉だろうな、うん、つまり種まきは野々宮殺し、そして水をやるってのは、うん、俺たちが野々宮殺しを追って真淵に近づいた行動で、うんうんうん、でさっきのビデオの撮影で喧嘩の準備が完成したことで花が咲いたっていうのが、まさにそうだろうな。そして全体の文脈から察するに、真淵が言う水やりの役目は、うんうん、俺たちである必然はなかったんだろう。うんうんうん、何よ。まあそうだよな、誰でもよかったんだよな。本当に殺された野々宮も特に彼である必然もなかったってことだ。全部誰でもよかったんだ。何でもよかった。野々宮の店の結末は清流会だろ。真淵の計画をシンプルに言えば、清流会の息がかかった人間を殺し、うん、それに反応した人間を使って構想の口実に使いたかったんだ。そのシナリオのそれぞれ役目は、野々宮でも俺らでも誰でもよかった。いや、残酷な話だよな。そんなことのために。構想のために選ばれちゃった。自らのリスクを避けて戦争を始めたきゃ、回りくどい手が必要だったんだ、うん、そういうことだね。利用されたんだ。昔聞いたことがある。戦争に勝つ秘訣って、うん、最初の一発を敵に撃たせることだってよ。じゃあ俺らも野々宮もあのクソ野郎の計画のために加勢しただけってのか。じゃねえぞあの野郎。しかも最後はマブチの思うようになるなんて絶対に許され。落ち着け春日、今は冷静になれ。そうだ、なんだかんだ言ってマブチは切れ者だぞ。ふざけんな。そうね、奴の思い通りになんかさせねえ。でも野々宮さん、さっき戦争に勝つ秘訣は最初の一発を敵に撃たせることっつったよな。でも俺は兄貴に逆のことを教わったぜ。なるほどな。喧嘩は絶対必勝。最後は腹をくくったやつが勝ってよ。なるほど。そう、やられる前にやればいい。待てよ一番。確かに。おまけにサッチャまでどうしちゃったんだよ。一理あるな。構想を止めてやる、うん、俺らから清流会の頭に、うん、きっちり説明して話をつけりゃいい。なるほど。おい、極道のドンパチにまで首突っ込むのかよ。ナンバーこのままほっといて、俺らが構想の火種として濡れ衣かぶせられたままでいいのかよ。私はそんなの嫌だ。野々宮さん、野々宮だって。そう、浮かばれないよ。あ、で野々宮さんじゃなくてよかったんでしょ。あんないい人だったのにさ。私もちょっとそこは許せないや。真淵な。足立さんは。まあ小ずるい野郎にしてやられたままってのも尺だよな。よし、善は急げだ。行こうぜ、反転工事に。構想を止めろ。いや、ここ何？あ、一番成果。一番成果ちょっとやるか。一番成果ちょっと買っていくか。トメさん、ちょ、あ、一番せんべい、お前一枚300円もすんの？そりゃ売れないわ。そりゃちょっとトメさん、ちょっと高すぎないか？そりゃ売れないよ。1枚300円はね。あ、でもちょっと貢献したいんで買いますよ。高級路線12万持ってんのすごくない？え、すごくない？
あの経営してきていい？ちょっと第一期。え、羊羹粒は？じゃもう羊ないや。笠川さん。羊ない。もうだから売れないんだよな。あ、粒あんだから売れないんだよ、ここの羊羹は。腰あんにしないと。ん？お、株主総会だって。株主総会。要は、うちの会社の株を持っている方々との交流会みたいなもんですかね。おお、なるほどね。それやると。オッケー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 。うまく対応しろと。まあ、要は怒りを鎮めてもらいたいです。うちは、会社の状況もまだまだですから、基本的には怒った状態でやってこられるんですよ。なるほどなるほど。沈めればいいんだね。でも怒ったまま返してしまったら、みんな株を手放してしまい、株価が下がってしまいます。株価が下がると会社の価値が下がります。あ、なるほどね。だからやれっていうことね。はい、オッケー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 。つまり怒りを沈めろと。なるほど。え、そんなこともするの？怒りを沈めるとって具体的にどうするんだ？一番いいのはきちんとうちの魅力を説明したり、株主さんの意見にきちんとした返答をしたりして株主さんに納得してもらうことです。なるほど。あとはひたすら謝罪です。ドキッとするなんていうのもいいかもしれませんね。お前もいろいろ大変だな。なるほど、やるの。いや、お一人ではありません。社員の中から株主総会に同席させるメンバーを4人まで選べます。4人か。なるほどね。一緒に行くんだ。あとは役職やモチベーションが高い社員の方がいいですよ。やっぱりそういう社員が話す方が説得力があります。なるほど、なるほど。OK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 。 ちょ、でもさ、うち人員6なのいないよね、はい、6なの。だってコケコッコとか人外やで、うちの看板。大丈夫？まあいいけど、人材管理な。人材管理すればいいの。そうだよね。どうしよう。マスコット必要。あ、新規雇用だ。やってこいんじゃん。あ、何？給与4万。え、安くね？ R、レアだぜ。そこそこの規模の企業でそこそこ重要な仕事をしょこしょこのしょこしょこの熱意でやってきた男。ああ、なるほどね。なるほど。お前が一番良さそうで。4万5千円なら。え、ガチャなの？ガチャなのかな？雇えるんじゃない？そんなことない。はい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 。にしよう。何？笹岡名人。え？笹岡名人？何？名人って何？え？なんかあれ？将棋の人とか？ベテラン職人風に周囲からは見られているが、特にそんなことはなくだらだら生きてきた。名人を自称しているが、何の名人かは不明。名なんかい。お前無能じゃん。やだ。無職の名人。やだ。職人気質かと思ったの。え、だったら平山じゃない？ねえ、これがいいな。ちょ、やってみっか。契約金60万も持ってくの？欲しいな。投資だわ。投資230万か。投資します。よろしく頼む。おお、よしよし。これね、えんちゃう。過剰人件費4万円。誰かリストラする？アイさん。まあまあ、一旦株主総会行ってみようかな。このまま。え？余剰人件費のことは気にされてますか？それ、言ってらんないんだよ。まあ、株主総会だから。株主総会準備。これだよ。支持率、純資金、人員、財管理、本期の売り上げ、次回出席株主と出席メンバー。なるほどね。え、ゼフ長なんだけど、どうする？不調じゃない？不調すぎるな。ここに、やっぱ入れといた方がいい。そんで、
純資金が少ないんでしょ。そうだね、しょうがないね。人材管理ちょっと多いんじゃないかってことこれしょうがないよな、どうしようもなくね。まあ終わりで、はい、しょうがない。居酒屋物件管理も何も、もう行ってきます、よろしくお願いします。できることがない、怖っ。株主総会行くぞ。やってみよう、人生初めての株主総会。経営に異を唱える遅れる株主を質疑応答で説得していくリアルタイム質疑応答バトル。何それ、弾丸論破みたいな。はい、株主の発言に対して社員の反論を展開し株主を説得していきます。なるほどなるほど、つまり頑張ると。ただの煎餅屋に株主が多すぎるめっちゃ人いるんやけど。質疑応答バトル開始前に決算報告が行われると、はい、支持率がここで決定します。なるほど、コンディションが悪い社員が多いと回復速度が遅い。あー、コストの回復が遅いと。はい、質疑、質問者をどんどん指名していくと。そうしないとイライラゲージが溜まっちゃうと。はい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 、プレイヤーの攻撃は株主の発言に対し社員が反論という形で攻撃を仕掛けます。コストを消費して支持していくことで社員は発言をすることができます。このコストは少しずつ時間で回復していきます。反論した方がいいですね。で、投資ってのをゼロにすると説得が成功します。ゼロになっちゃうと以降その株主総会ではその社員は発言できなくなる。あ、怖っ。 OK で、時間以内に全ての株主を説得しバトル終了後支持率を 50% 以上にすれば OK。 OK です。で、あとはスキルもあると。スキルはレベル1から3の3段階なんです。株主の発言は社員の反論で破壊。なるほど、発言は破壊できる世界なんですね。破壊するとカウンターチャンスが生まれます。よくわからんけど頑張れってことね。全くわかんないよ。まあやってみよう。それでは決算報告をさせていただきます。春日一番社長お願いいたします。なんでそんな自信のある絵になるの。絵じゃん。決算報告をさせていただきます。やだな、雰囲気最悪よ。どういこう。ありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと思います。はい、何ですか。脆弱ですね。はい、誰が言う。あ、どうすればいいんだ。むずっ。ちょっと待ったって言えばいいの。合ってる。説得できない。何ぶつければいいのこれ。挙手をお願い。何、弱点が何それ。分かれ。これどういうこと。総会を終了いたします。どういうことこれ。ひどいよ、ひどい、負けた。何これ。グダグダになっちゃう。あ、でもレベル上がった。まあ、よかったよかった。これでも母の言葉があります。世の中すべて無駄なことはないんだよ。すべての経験が今のあなたを作っているんだからでございます。無駄なことはない。ポケモンの色の弱点もあって。何それ。誰も教えてくれなかったそれって、ポケモンですって言ってくれよ。また這い上がってみせるぜ。まあでも這い上がればいいだけだ。ランキングがダウンしました。任せてよ。ポケモンね。オッケー。次の薬品報酬獲得。お、あ、でも6万もらった。いいね。ぐちゃぐちゃなのにお金もらった。何度か今耐えてるよ。引けるかなこの会社。ちょっと今私たちの純資金っていくらです。ちょっと怖くなってきちゃった。いくらかな。
この会社大丈夫かな。確か始める前が170万で、今なんか知らんけど6万もろって、お疲れ様でした。お疲れ様でした春日社長。はあ、疲れた。株主総会ってのは大変だな。敵になれますよ。この女はなんでこんなに余裕なの。株主さんの数も主張も激しくなっていきますからね。今日なんて序の口も序の口ですよ。なんでお前はそんなに余裕なの。ほんとにそれだけが不思議だ。まあでも最初にしては全然上出来だったと思いますよ。なんでお前はそんなに上から目線なの。他人事すぎない。いいけどさ、株主総会はいわばスポーツでいう試合みたいなものですね。何があっても試合を落とさないように普段から株主総会を見据えながら営業していくのが良いかと思います。なるほどね。分かった OKOK、まあ、理解してお前。うん、分かった。でもさ、初めてだからさ、もうちょいサポートねえ してほしかったよ。はい、ね、ゆりちゃん頼むよ。もちろんです。引き続きよろしくお願いしますね、春日社長。この会社大丈夫かな。やったわ。ちょっとポッポだけいくかな。じゃあありがとうございました。